ここでは電気メスの紹介をいたします。電気メスは、外科的な手術の時に切開をする医療機器です。皆さんも手をカッターで切ると出血をいたしますよね。この出血を長い時間放置してますと血圧が下がり大変な危険状態に陥ってしまいます。しかし電気メスは ほとんど出血がなく切開ができる医療機器です。では電気メスの本体を見ていきましょう。こちらが電気メスの本体になります。本体から電流が出力され、メス先電極から患者さんに流入をさせます。患者さんに流入した電流はこちらの対極板で 回収されます対極板の形はこのような平らな面をしてこの広い面積で電流を回収をする役割を持っています回収された電流は本体の方へ返されますでは術矢でどのようなことが起こっているのでしょうか見てみましょう 術夜では、メ先電極から出力された電流が患者に流入をいたします。患者に流入をさせるとき、放電現象が応用されています。では、その放電現象を見てみましょう。メ先電極から出力をいたします。 今見ていただいた紫色の火花が放電現象です。患者さんに電流が流入したところで、どのようなことが起こっているのでしょうか。見ていきましょう。では、電気メスの先端から出力をいたします。 このように患部に電流が流入すると熱が発生します。実は電気メスはこの熱で細胞の中の水分を吹き飛ばして切開をしています。電気メスのような医療機器を病院で実際に保守 点検をしているのが臨床工学技師です。当学科の授業では実際の機器を使って教育を展開しております。